ノープランで始めました。今週のキックオフ新州は新企画、サッカー選手のセカンドライフ。今回は元松本山田の高崎宏之さんをピックアップ。新たな生活を始めた熱い思いに迫ります。さすがストライカこんにちは。こんにちは、気候新州です。さあ、今週はこの方々とお伝えしてまいりましょう。まずは安藤千佳奈ちゃん、よろしくお願いします。お願いします。そして高崎宏之さんです。お願いしま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 す。はい、さあ今週もですね、番組の最後に素敵なプレゼントがありますので最後までお見逃しなく。さあ、まずはこちらの話題からお届けします。 J リーグでは各リーグで活躍した選手や監督を毎月表彰していますが、この度 J3 リーグ10月の明治安田生命 J リーグコナミ月間ベストゴールに AC 長野パルセイロの船橋優馬選手のゴールが選ばれました。おめでとうございます。おめでとうございます。本人のコメントと合わせてそのゴールを振り返ります。 J3 リーグ10月の月間ベストゴールに選ばれたのは、10月29日に行われたパルセイロ対沼津からこの得点シーン。前半12分、フリーキックのクリアボールを船橋回り込んでダイレクト。まさにゴラッソがこの月間ベストゴールに選ばれました。まあ、セカンドボールこぼれてくる位置っていうのを自分が拾う役目だったので、まあニアでちょっと引っかかりそうだなって思ったところを、まあうまく先読みして、まあこぼれる位置っていうのをなんとなくですけど予測したところにちょうどいいところに来たので、まああとは思い切って振り抜くだけでした。まあシュートの意識っていうのは常に持ってて、まああのシーンでは利き足と逆足だったんですけど、まあうまくリラックスしてしっかりミートすることができたので、まあ軌道がすごいいいところに飛んでくれたんで、まあ決まってよかったです。まあ、こういう J リーグ通してっていうのを初めてもらえたんで、まあ、素直に嬉しいなっていう気持ちです。 J3 リーグも残り3試合、今後の意気込みは。まあ、自分たちの中でも少しずつ自信がついてきた部分があって、まあ、3点取ったチームっていうのが、まあ、どれだけ攻撃的なサッカーをしているのかっていうのを、まあ、見てる人がやっぱり感じられるようなサッカーっていうのを僕たちは見せていきたいんで、まあ、ボールを持ってるだけ持ってないだけも関係なく、まあ、自分たちは強気に攻めていくんだっていうのを、まあ、プレーで見せていきたいなっていうふうに思っています。さあ、ということでご覧いただきましたけれども、さあ高崎さん、改めてあの船橋選手のゴールですけれども、はい、あの位置からああいうゴールが決まるって、そうですね、どうですか。まあ、利き足じゃない左足ということで、はい、あのうまくあの足に乗っていいシュートだったんですね。これ見てたらわーっと盛り上がっちゃいますよね。いや、盛り上がりますよね。前半12分っていう早い段階での力強いゴールが、うん、本当に自分の中でも熱かったなと思ってます。高崎さん、はい、コメント成長しましたなんかサッカーも始めたみたいで、はい、すごい、はい、あの見ていただいてる、はい、日々成長してます、はい、ありがとうございます日々成長さあ、ということで改めて船橋選手おめでとうございました。続いてはこちらのコーナーです。さあ、新企画でございます、はい、サッカー選手のセカンドライフ、うん、このコーナーはですね、うん、信州に関わりがある元サッカー選手の現役引退後の生活に迫っちゃおうというコーナーでございまして、はい、流行る第1回は本日のゲスト、元松本山賀の高崎宏之さんでございます。ありがとうございます。お世話になります。お願いします。ではセカンドライフに迫りました、はい、こちらです。サッカー選手のセカンドライフ始まりました。新企画でございます。高崎さん、こんにちは。お世話になります。いや、毎回ありがとうございます。高崎さんといえば、2016年から4年間松本山雅に所属し、2021シーズンをもってプロ選手を引退。その後、農家としても活躍されていますよね。ね、待ってください。格好を見ると私の方が本格的な感じがするんですが、いやいやいや、もうさすがおしゃれ番組、いやいや、ラフに。今我々いるところは、ここはもう高崎さんの畑。そうです、ここを借りて一面長芋を作ってます。長芋、はい。山形村で通年でキノコ、夏はスイカ、さらにおよそ5000平方メートルの畑で長芋を育てている高崎さん。今の時期は長芋の収穫の最盛期。山賀サポーターの農業の先輩に教えてもらいながら農業をやってらっしゃるんです。一応選手を引退されてから始められたってことですか？
そうですね、はい、もう2年前本当に引退してすぐ始めました。プロでのサッカー選手中にも考えてらしたんですか？いやいや何にも、何にも、はい、ノープランで引退して、はい、ノープランで始めましたでもノープランで始めるにせよ、はい、何か周りの方からあこういうのやってみたらとか、はいはい、ああいうのどうっていうのはいろいろあったんじゃないですか？で1年目はいろいろやりました。もう5種類ぐらいやったっす。その中で一番いいのを絞ってスイカと長いもんになりました。まあ一人なんでそんなにできないんで、どんどん初めは、はい、言ったらこの 2列とか。え、去年2列っす。去年2列、はい、今年ちょっと去年2列やって、広げ方、高崎さん広げ方って知ってます？はい、翌年大体倍ぐらいじゃないですか、はい、4列、はい、何列にしたんですか？60列やるんだったら。さすが、さすがストライカーストライカーか。いや豪快でございますよね、はい、ということで高崎さんが育てている長芋収穫してみましょう、うん、山形村ではこの、ね、専用の機械を使って掘るんですよ。で土をこっちにずらすんです。この巻き上げてくれてる方に。はい、さすが高崎さんもちょっと悪戦苦闘されております。これでかいですね。一度機械の動きを止めましてゆっくりとゆっくりとその手を手前に倒していきますが、これは大きい。慎重にですね周りを掘っていきます。あ、出ました。これは大きい。ご覧ください、この立派な長芋。今年は雨も少なく暑い日が続き生育が心配とおっしゃっていましたが、見事な長芋が収穫できております。ということで私も収穫のお手伝い。もうちょい、はい、ぐーっと下まで、もっともっともっと、はい、そうです。棒を倒してる方に芋を倒しながら傷つけていきますよね。やりました。お、あー、こっちが抜けない。おー、よいしょー、すごい、やりました。傷つけずに、はい、ノーダメージ。ノーダメージやりました。すごい、いやー、いや上手です。こんな時間かかってちゃダメですねそう、本格的な冬が来る前に収穫し終えないといけないのでとても重労働。まあそれでもなぜ高崎さんは農業の道に進まれたのでしょうか？引退されるときに、はい、他にもいろいろあったんじゃないですか。あの、例えばコーチをやってみないかとか。あ、まあ、この辺もやっぱり後継ぎですとかやっぱり年齢層が上がってきてるのでそういうところにやっぱり若い力を入れていきたいなって。でまず僕が成功しないと多分入ってこないんで、じゃあなんとか成功してこっちの魅力ある農業界に若い力を引っ張ってこれたらなっていう思いが一番あります。農業界に若い力を。引退した選手が農業で第二の人生を始められるように、高崎さんはその先駆者として、そしてお世話になった地域の人たちの恩返しとして日夜努力をされているんです。例えば現役の人から、はい、高崎さん どうですかっていうご相談とかはあったりしますか？あ、でも農業どうですかとかめちゃめちゃ聞かれます。あ、そうなんですね、はい、その時は何てお答えするんですか？まだわからないいや、まだ、え、まだわからない。まだこっち来いとは言えないんで。言えない？言えないです。まだ僕もあの教わってばっかりなので、まあでもやっぱりあと2年ぐらいはかかるっすよね。さて高崎さん、来年は長芋畑、はい、どうしましょうか？まあ規模拡大ですね。規模拡大、さらなる規模拡大でございます、はい、ではでは、そんな高崎さんの今後の目標とは？農業の道に進んだ元松本山雅の高崎さん、今のセカンドライフをどう感じているのでしょうか？こう引退されてから新しいことを一から始めるっていうのは楽しいですか？楽しいです。やっぱりそれでやっぱりまたプロ目指さないといけないんで、
はい、そうか、自分の人生の中での2つ目のこうプロとして。そうです、もう今もうプロの方に教わってるんで、やっぱ掘るのも早いですし、準備とかそういう知識 もう一流なんで、そういう人から学んで、僕もプロになってからこっち来いよって言いたいです。かっこいいっすね。もう初回にして最終回かもしれません。ちょかっこよすぎて。いやかっこよすぎますよ。いや全然です。もう2つ目のプロを目指す、かっこいい言葉ですよね。ではせっかく収穫した長芋、はい、その味気になりますよね。いいとろみですね。粘り気なんですけど、飲み込んだ後はこうさらっとしてて、はい、こう噛めば噛むほどとろとろ、おいしい、はい、いやちかなちゃん、はい、高崎さんの長芋食べてみたいと思いませんか。食べたいですね。食べたい。ということでスタジオで試食会しましょう。やったということで、はい、あれ高崎さん以外の目の前にはですね、はい、僕はもうあのふんだんに食べてるので、ぜひ皆さん食べてください、はい、ありがとうございます。ご用意いたしました。これ今映ってるのが K さんが掘った、私が掘った長芋、はい、でございます。ちょっと平たいですけど、はい、これ全部立派ですけど、今年のどうですか、はい、山形村の長芋の特徴は。あ、でも今年は本当に5月に1回大雨で、はい、長芋掘る畝があるんですけど、はい、それがちょっと沈んじゃって、沈むと土が硬くなっちゃうので、はい、でそれとあとは夏雨が降らなかったので、少しやっぱりかまぼこ状が多いかなっていう。かまぼこ状、はい、いろんな農作物今年はねちょっと苦労されてるみたいですけど、はい、でもそれでもこれだけ立派な、これ出来としてはどうなんですか。あ、このひらはあんまりまあちょっと、まあご愛嬌ということですね。はい、でも、まあ、こういう形もありますけども、ありますけども、でも傷つけずに掘ったのはすごいですね。はい、でも高崎さん贈答用とかもされてますので、はい、そちらのはちゃんと綺麗な、もうまっすぐで、はい、いいものということでございまして、さあそして今回、はい、もうちかなちゃんの前、目の前にはこれは、はい、千切りにした もの、はい、の上にちょっと高崎さん食べるときは何を。まあ、長芋は白だしです、ね、白だし、はい、醤油じゃないんですね。白だしの方が美味しいと言われてます。なのでちょっと白だしをかけたもの、はいはい、いただきます。あ、もうこのサッカー番組とし思えないこの長芋を食べ食べるどうでしょう。シャキシャキ、でも本当にトロトロしてて美味しいです。優しい甘みがあります。はい、じゃあそして我々の前にはすりおろしたとろろご飯。これすりおろし方もあるんですよね。本当はあのすり鉢で、すり鉢できめ細かくした方がふわふわになります。ちょっと、はい、ちょっと今回はちょっとおろし金でやってもらいます。いただきます。うわ、美味しそうに食べる、うん、もう飲み物ですよ。本当だ、高崎さん白だしですよ。私この時そのままでしたけど、はい、白だしで食べるとより一層うまみが全然違う、はい、うまみが強いのと、なんかもうふわふわしてますねこの長芋、うん、何杯でもいけちゃうよ、ね、これちょっと食べ過ぎ、ちょっと計算しようと、ずっと食べて、気をつけてください、ちゃんと食べてください。生産者の方が目の前にいらっしゃるんですよ皆さん。あの、まあ、後ほどいただきましたけど、ちなみにこれあの長芋作りに限らずこうやっぱサッカー選手が引退してやるっていうので農家としては大変なんじゃないですか。本当にゼロからのスタート、ご家族とかの反対とかなかったんですか。はい、いや、まあ勝手に始めちゃったんで、はい、もうついてこいっていうような形で。ただ広げ方がワイルドすぎませんか。うん、まあそうですね、でもやるんだったらやっぱりとことんやりたいじゃないですか。はい、でも種類的にはもう夏はスイカ、はい、そしてまあ冬は長芋。そうですね、で常年であの白平竹を生産してる。あ、そうだ、はい、これ県内でも販売されてるんですよね。県、いや、ほぼ、まあ、あの注文ですね、はい、あの贈答用がこれから出始めるので。高崎さん、はい、もしよろしければこの気候新書をご覧の皆さんへのこのプレゼントというのはいかがでしょうか。もちろん、はい、あの贈答用 あの5キロ箱、3名の方に。3名、はい、ぜひ。ありがとうございます。あれ今お願いしたのにもうこういうものが出ている。いやいやいや、なんかもう話がついていたのでしょうか。あのいろいろあの都合があります。はい、ということで応募はハガキからご応募ください。はい、高崎さんの長芋欲しいという方は
住所、氏名、年齢、電話番号をはがきに明記の上ご応募ください。ご覧の宛先までお願いいたします。11月24日金曜日の景品有効となっております。ここまでできたの？中崎さんのセカンドライフでした。さあ続いてはこちらです。熱戦信州サッカー。それでは先週末に行われました J3 リーグ、 WE リーグ、そして F リーグの試合をプレイバックします。フットサル F2 リーグ第15節、ゴアルース長野はホームで6位広島と対戦。 F1 昇格へ負けられないゴアルースは第1ピリオドの3分、上林のこの左足の豪快なゴールで先制、幸先よく先制。すると5分、さらに6分にも追加点を挙げ3対0で前半を折り返します。後半に入ってもその勢いは衰えず、第2ピリオド3分、米村がフリーキックを直接決め4対0。さらにさらに14分、15分、そして16分、さらには17分と連続ゴール。8対1で広島を下しました。WE リーグは第1節、 AC 長野パルセロレディースはアウェーで強豪日テレ東京ベレーザと対戦。前半の10分、コーナーキックから先制点を許します。さらに後半24分にも追加点を与えたパルセロでしたが、続く30分でした。奥津のこのクロスを菊池が落として、最後はキャプテンの伊藤めぐみ、途中交代の伊藤が起用に応えます。これで1点差としたパルセロでしたが、39分に追加点を許し、開幕戦勝利とはなりませんでした。明治安田生命 J3 リーグ第35節、AC 長野パルセイロはアウェーで鳥取と対戦。前半6分、パルセイロはこのプレーで PK を獲得すると、近藤がきっちり決め、はい、幸先よく先制します。しかし前半36分、中央を崩され、同点とされると、その6分後逆転弾を許し、前半を折り返します。しかし後半開始早々、はい、山本のパスに抜け出した近藤、クロスを小西ダイレクト、はい、長野市出身小西のゴールで同点、はい、初ゴールですね。さらに後半42分、杉のクロス、勝利近藤、これを自ら拾って、この位置から近藤の2ゴール目で逆転に成功。そのまま試合は終了し、今季2度目の3連勝を飾りました。この試合の前日、勝ち点6差で追う2位鹿児島が負けたため、勝てば逆転昇格へ大きく前進する松本山雅 FC は16位福島と対戦。試合が動いたのは前半44分、はい、藤谷のクロスに渡辺、はい、難しい体勢からのシュートがネットに突き刺さります。しかし後半35分に PK から痛恨の失点、昇格がさらに厳しくなる引き分けとなりました。さあということで、まずは高崎さん、ちょっと山が逃げ切れなかったですね、はい、ちょっと全員に長芋食わした方がいいですね。やっぱりもっと白だしいっぱいかけて粘りが足んないですね、やっぱり。でもほら、菊井選手とか小松選手がいない中で、
そのメンバーが変わってのプレーって、はい、でも変わった選手も頑張ってねやってもらわないと、まあ、松本山はチームなんでやっぱりそのチームの総合力が問われるところなので、まあ誰が出てもやっぱり勝ちはマストなので、まあ残念です、はい。まあ、まだ昇格への望みはね杖えたわけじゃないですから、ちょっと上が足踏みしてるんでね、そう、はい、この間がね残ってますもんね、まだまだガッと盛り返していただきたいと思います。じゃあちょっと順位表を確認しておきましょう、はい、現在ですね松本山雅 FC は4位、 AC 長野パルセロは14位ということになっております。昇格圏内まで勝ち点差で5、残りの試合は3、もう愛媛が圧倒的でしたね結果、今シーズンはそうでした ね、 はい。さあ逆転昇格を信じて応援を続けたいと思います、はい、さあそしてですね今日ホーム開幕戦を迎える AC 長野パルセロレディースなんですが、その意気込みを取材してまいりました。こちらご覧ください。今週火曜日ホーム開幕戦に向けて練習を公開した AC 長野パルセロレディース、強豪東京ベレーザには負けてしまいましたが、選手たちは手応えを口にします。まあ、後半は割とまあ、守備から前線に出てって相手陣地でボールを奪えることが多くなって、そこからシュートシーンまで、そうですね、逆サイドに展開するっていうのがチームとして形が見えたかなとは思います。ホーム開幕戦の相手はサンフレッチェ広島レジーナ、リーグ戦の前に行われたカップ戦の王者です。初戦負けてしまったんですけど、まあ、今年のチームはまあ監督も変わってまた去年とは違うチームになっているはずなので、改めて勝ちの試合をファンサポーターの皆さんに見せれるように、いいサッカーがお見せできればなと思います。ホーム開幕戦はこの後午後2時キックオフとなっています。日テレプレザーとの試合見、まはい、まあね、見たんですけれども、広瀬監督が おっしゃってたんですが、格上相手でも最後まで走り負けない、うん、っていうところは結構できてたんじゃないのかなっていう印象はありました、うんうんうん、監督にお話聞いてもちょっと前半時間帯失点してしまったので、セットプレーからちょっとそれで後手後手に回っちゃったことがあったんですけど、後半かなり流れを盛り返してきたので、 その点は評価したいというような話をしていました。ちかなちゃんは B リーグの試合はご覧になりました？はい、見ました。本当に後半勢いがすごい良かったなと思っているんですけど、惜しいシーン何度もありましたよ ね、なんかちょっと悔しいなって思いはあります、はい、あと広瀬監督もうちょっと笑顔でもいいかもしれない。ちょっとすごい怖い、ずっと怖いんで、ちょっと一つよろしくお願いします。さあということで、では週末の試合情報もお届けします。明治安田生命 J3 リーグの第36節です。松本山雅 FC はホームサンプラルインで YSCC 横浜と今日この後午後2時キックオフです。そして AC 長野パルセロはホーム長野 U スタジアムでギラバンツ北九州と、明日19日の午後2時キックオフとなっています。みんなで紳士のチームを応援しましょう。そして今週はもう一つプレゼントがあります、はい、12月2日土曜日、長野 U スタジアムで行われます最終戦、長野対宮崎のホーム自由席を25組50名様にプレゼントいたします。応募はマイちゃんアプリからご応募ください。プレゼント応募の欄からご応募できます。締め切りは11月25日土曜日12時25分までとなっております。番組の感想なども添えてご応募ください。皆さんのご応募をお待ちしております。そして高崎さんの長芋プレゼントもちょっと、はいはい、ありますので、振り返りますか。こちらでございます、高崎さんが育てた長芋を3名の方にプレゼントいただけるということで、はい、こちらはハガキで、ご応募ください。必要事項を明記の上ご覧の宛先までご応募ください。立派な長芋が届くということですので、僕から直送するんで、直送ですか、はい、はい、ぜひぜひたくさん応募ください。そして次週は、はい、あ、サッカー始めました、はい、あれこれ何弾でしたっけ。第3弾になります、はい、第1弾目はお買い物してでシュート練習して、はい、今ドリブルに、ドリブル、あ、はい、これはもうどんな内容になってるか高崎さん、はい、楽しみですか。はい、楽しみ、楽しみ、高崎さん、興味を持ってください。頑張ります、頑張ります。さあ、こちら高崎ひろゆきさんにお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また来週です。